やっちゃうよ、ライガーでーす。やっちゃうよ、ドズルでーす。そしてやっちゃうよ、モンジュルでーす。やっちゃったよ、やっちゃった。ライクチャンネル、これ3人初めてじゃないですか。初めてですね。初めてです、はい。本日はライクチャンネルにお邪魔しているんですが、お邪魔します。私が仕切ります。モンさん、気をつけてください、ね。はい、ライクチャンネルはもう一切カットなしなんで。カットなし編集変なこと言う。いつもみたいに変なこと言ってたらもうやばいですよ。というところで、本日やっていく企画、はい、おや、ボンジュールさん相手なら7枚指定されても勝てちゃう説。待て、待て、7枚はやりすぎでしょ。さすがに。いやいくらなんでも、いや、だから、まあ、プロですもんね。いや、プロっすよ。プレイヤープロって言ってもよ、はい、素人じゃないんですよ、私もね。7枚負けるわけがない。負けるわけない。プロって言っても、草野球ぐらいありますから。え、草野球ぐらいある。よく例えがよくわかんないけど。というところで、じゃあ今日はボンジュールさんがライクパイさん8枚のうち7枚を指定して、果たして本当に勝てるのかというのをやっていきたいと思います。果たしてか、まあいいでしょ。7枚指定してください。いいでしょ。じゃあ行きますよ。難しいですよ。7枚行きますよ。はい、もうサクサクいきます。はい、ゴブリンジャイアント。ゴブジャイね。ゴブジャイ。ロイヤルジャイアント。ロイヤルジャイ、ジャイジャイね、巨大つけると。ちょっと待って、はい、ゴブジャイを探せのゲームだ。あ、あのね、じゃあ早いやり方を教えます。エリクサー順に並べてください。エリクサー順に並べると、あ、すぐできますよ。そういうことか。すぐできますよ。重量級で攻めてインフェルノを入れまくるっていう。ゴブリンジャイアント、ロイヤルジャイ。最低だ。最低だ。ロイヤルジャイ。そして巨大スケルトン。巨大スケルトンね、はいはい。スケ入れちゃもうダメっすよ。エリートバーバリアン。勝てますもんね、多分ね。今はもう余裕っすよ。余裕。余裕と。スパーキー。スパーキー。あ、それはもうやってますね。やってますねって何ですか。やってますねって。やらかしてる。しくった。巨大、クロスボウ。クロスボウ。まあ。攻撃の術がたくさんあるんですよね。はい、で、まあ、あと一枚、お情けのエリクサポン。エレクサポンプいいですか。はい、それはお情けしすぎじゃない。見てください、僕が選んだカードたち。すべて、はい、ロックコスト。オールロックコスト、はいはい、そういうことか、そういうことか、はいはい、ライクパイセンはこれにプラス1枚で何かを入れてください、はいはい、いや、ボンさん、そんな遊んでいいんですか。ちなみに僕はもう、はい、あの、何でやるか言っていいですか。いいですよ、枯渇でやります。止められるんですか。止めるんですか。止めるも何も、はい、勝てるで、ね、いやいや、止めるも何、出せますか。出せますか。大丈夫、出せますか。いいですか。いや、あと1枚ちょっとボンさんに見られないように、ボンさん枯渇で行くって言ってますけど、はい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 、いいですか、そんな舐め腐ってて。本当にやりますよ。7枚しててやばいですからね。言っておきますけど。言っておきますが、やばいですよ、7枚。ライクパイセン、好きなカード1枚加えて。ちなみにライトニングだと全部ロッコスなんだよな。それはじゃあライトニング指定すればいいじゃん。いや、エリクサボン迷ったんですね。はいはい、さあ1枚ね、ライクパイセン今悩んでいるという状況ですが、靴でいくって言って、やっぱ余裕ある。余裕はす、余裕はす。まあ、ここで、はい、素人なら丸太を入れるんですよ、はいはい、ローリングアップとかローリングバーバリアンを入れたいところですよ。俺ならちゃうぞと。違うぞと。マジで本当になんかちょっと怖くなってきた。いや、コカツボンジュールも強いですからね、最近。コカボンがね。コカボンがいいですか、はい、OK ですか。さあ、行きましょう。それではじゃあ、お二人の運命のバトル。この前ね、僕とライクパイセンやって、はい、あの4枚してボコボコに出てましたね、はい、言って惜しかったんで、ね、惜しかった。いきます。行きましょう。さあ、始まりました。お願いします。はいはいはい。いや、今回はもうだってライクパイセン重いの分かってますからね。はいはいはい。ゼロ。やっぱここは、ね、あ、ほらちょうどいい。宣言通り。ちょうどいい。はいはいはい。絶対こういうのがきつい。あ、どうすか、ライクパイセン調子は。あー、余裕っすね。余裕っすね。いや、初手に。あ、こう一回守ると。なるほど。はいはいはい。これ。まあ、とはいえこうなるとボンさん的にはちょっときついんじゃないですか。きついな。思ったよりきつい。早くもきついな。
どうしたの、アイスピアイスピチョコチョコ、まあ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 やることないんで、あ、こうなると後ろからロイジャイ、これボンさんきついんじゃないですか、おっと、もちろんこれ無視、クロスボウがちゃんと処理してくれて、はい、いいの、言うて入るよ、言うて入るよ、いやでもロイジャイきつくない、ボンさんはこれを、あ、そうさあ、巨大、あ、出た出た出た、この形、出た、トリプルアロマリーグ、これやばい、これやばい、あ、しかも、嘘でしょ、もう一枚、ホバリング、ホバリング入れんの、このホバで、いや、来てる、え、ちょ待って、マジで、これボンさんマジ負けるよ、さあ、ここでロイジャイが入る、言うてとはいえ、いや、ダメージ返しましたよ、さすがに、おっと、ここでゴムジャイ、面白い、あ、ホバリングがね、今言ったら面白かったんですが、ちょっと待て、何にもない、ゴムちゃんやめろ、ゴムちゃん、本当に負けそう、とはいえ、あ、ここはもう一回守ると、あれちょっと怪しい、雲行きが怪しくなってきた、押されてる、どうすか、作戦通りですか、いや、弱いっすね、言われてるぞ、ボンジュール、一旦待って、今んとこなんか、普通にライト対策勝ちそうな、あいつが邪魔だから、こうしといて、しといてだけど、これだって、あ、まあでもね、ライトパイセン呪文がないですからね、そう、いや、とはいえこれは、はい、エリートプラスのクロスボウで全然入んねえ全然入んねえ嘘でしょ、え、ボンさんわざとやってますか、やるわけ、わざと意味がない、確かに、この企画でわざと負ける意味がない、さあ、ここでさあ、ロイヤルジャイアントが、いや、両サイドから来る、はい、ロイジャイは刺さらず、いないと、あいつがいないと、とはいえさすがに入らないですかね、これはね、さあ、しっかり守ってボンコカツがカウンターを、はい、こんなね、このせこい、これはムシムシ、いやー、でもどうだ、これもう右あとちょっとですからね、マジであいクロスボウ邪魔、クロスボウ、なんでクロスボウ指定しといてクロスボウ対策入れてないんですか、邪魔すぎる、いやクロスボウ指定したのボンさん、まあ言うて、まあ待ち直しだった、はい、余裕です、さあ、ここで、ここで完封、完封なの、完封、あー、惜しい、嘘だった、全然とはいえここでロイジャイに、え、ロイジャイ入ったら終わりって、入んないって、なんだあの形、クロス、なんだ見たことない、ロイジャイクロス、あー、これは、あー、やっちまった、あれ、これは、あっと、あー、弱えな、やっぱ弱えかな、ナイプロ、なんか、いや、1枚選んだらそれはそうなりますよ、ちょっと待って、1枚選んだら、確かプロだもんね、なんか言いたいことあるんですか、あの、このね、始まる前に、はい、トイレでドズルさんに、わざと負けるのはなしにしてくださいって、いや、普段絶対しないですけど、さすがに7枚だから、もうボコボコでいいっすよみたいなこと言ったんですよね。ボコしたっていいんですねって言って、いいんですねって言って、いや、いいです、もちろんいいですよ、流れとして、俺が7枚、聞いて、はい、この流れ説明するから、7枚で、僕がね、大輝さんをボコして、はい、もう泣きのもう1回で、6枚でやらせてくれ、ね、やらせてくれっていう流れにしましょうみたいな話をね、裏でしてたんですよ、そうすると、ね、分かる、分かりますよ、そこ負けてしまったので、いや、もう大輝さん、すみません、8枚で。さすがにしない、もう8枚、やばい、7でリベンジする、8、7でリベンジ、リベンジ、いや、ボンさん、やばいっすよ、ほんと7はやばいっす、これはやばいよ、7はやばいっす、7はやばい、これもう歴史に残りますからさすがに、いや、ライフパイセン、そういうことっすね、まあ、プロなんでね、これは何もおかしいから、すげえ、普通ですね、これが普通だ、すげえプロすげえわ、プロすごいね、途中ゴブジャイ、いやね、ボンさんがね、舐めてた説ありますね、ぶっちゃけ、その、だって対策してきてなかったじゃないですか、まあ、もうジャイアント使って、いつも使ってそこまでします、だって負けると思います、しますね、やっぱ、はい、というところで、じゃあ本日は、7枚指定してもボンジュールさん相手なら余裕説お送りしたわけなんですが、マジかー、検証結果、余裕でした、ありがとうございます、まあね、まあ、ちょっとこの動画がね、
あの反応を見ながら、ね、まあ、好評だったらまた8枚も受けてやらんでもねえよと。やらんことは、お前らがそんなに言うならやってやらんこともねえぞというところで、ガチだよこれ。ボンさんの名誉のためにこれ非公開になる可能性もありますから。ほんとそれあるあるある。この動画のコメ欄見たくないもん。見ない、俺この動画見ません。わかんない、ライクチャンネルにもボンジュール用ボタンが出てくるかもしれない。いや、もう見ないよ。ボンさんも素敵でしたみたいなコメント来るかもしれないんで、僕はね、この動画のコメントすごい楽しみに待っていきたいと思います。ということで、じゃあいつもどんな締めでした？いつもは、はい、もう適当っす。適当っすよね、なんか割とぬるっと終わりますよね。確かに。もう好きなこと喋って、はいって言われて、って感じっす。じゃあ、ということで、はい、今日僕の締め方になっちゃうんで、いいっすじゃあ、はい、ということで、バイバイ。バイバイ。これ本当ノーカット。